が目覚める逃げ出すのは誰だ。みなさんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りますするガンマ正です。さて皆さん、この度このヌンチャクパフォーマーガンマ正のヌンチューブなんですが、チャンネル登録者数が6000人を突破しました。はい、皆さんいつもありがとうございます。はい、そうですね、まあ、僕のチャンネルなんですけれども、まあ、月に100人ちょいぐらい、まあ、登録してくれてる方いらっしゃるんですけれども、はい、ついに6000人突破しました。はい、まあ前回5000人突破しましたが、まあ大体、まあ1年も前じゃないですけども、かなり前だったんですけども、はい、ようやくこうやってね、6000人いきましたということで、ご報告の、動画となります。はい、で最近なんですけれども、ちょっとねショート動画が面白いなと思って、あのショートの方に結構動画をアップしてます。うん、今ね、毎日アップしてるんですね。毎日、まあ、7時半とか朝のね、ぐらいに、アップしてますんで、まあ、ぜひご覧ください。でね、まあ、その、僕、まあ、長年ヌンチャクやってるんで、結構面白いこととか昔やってたみたいで、その動画をちょっと掘り起こしてきて、まあ、ちょっとアップしたりとか、あとは、その、よく見てる方、ご存知だと思うんですけど、僕、全国結構旅してて、いろんなところでヌンチャク振ってるんですけども、まあ、そんな動画とかも、まあ、ちょこちょこ、まあ、出していければなぁ、なんて思っております。うん。で、まあ、その、つい先日なんですけれども、とある再現動画、なんかね、できんじゃないかなと思ってやってみたら、これがね、想像以上にいい出来になりまして、まあ、もしかしたらご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、皆さん、アフロ忍者ってご存知ですかね。アフロ忍者、まあ、これね、まあ、20年も前じゃないかな、まあ、かなり前にあのネット上ですっごい広まった動画なんですけども、アフロの人がオーディションかなんかでバク宙失敗して、ね、ダブルヌンチャクやるんですけども、わーって、まあ面白い動画があるんですよ。わーってなっちゃうね。そう、これね、すごいいい動画なんですけども、そう、それを再現できないかなと思ってちょっとやってみたところ、いや、かなりうまくいきまして、そう、これ先輩に見せたところ、先輩もね、これは素晴らしい作品だわ、いい再現だねとか、あとは僕のヌンチャクの師匠で岡本良二さんっているんですけども、日頃全然褒めない先生がですね、これは素晴らしいと大絶賛してくれまして、はい、そんな動画もつい先アップしました。まあリンク貼っときますんで、まあぜひね、ご覧になっていただければと思います。うん、あとはね、まだちょっと編集がちゃんとできていない動画があって、というのも最近まあテレビに出ること多かったんで、まあヌンチャク始めてくれる方も増えてきたんじゃないかなとちょっと思うんですよね。なので、また改めて初心者用の動画っていうのを、実は去年の末ぐらいかな、に、結構動画撮ったんですけども、まだね、この、なんだろうな、こういう編集にしようか、フォーマットというか、を決めてないので、編集できてないんですね。うん。まあ、そういった動画もこれからちょっとアップしていただけ、ね、いければと思いますので、まあ、楽しみにしておいていただければと思います。うん。はい。あとはですね、まあ、もしこういうのやってみたら面白いんじゃないかなとか、ヌンチャクでこんなことできませんかとか、なんかあれば、ちょっとコメント欄とかで教えていただければと思います。うん。僕ができるかなって思ったものは、ちょっとやらせていただければと思います。ただ、まあまあまあ、できなさそうだなとか、ちょっと準備大変だなっていうのはね、なかなかやらないと思いますけれども、はい。なんかまあ、書いといていただければと思います。はい。というわけで、今回は、まあ、チャンネル登録者数が6000人突破しますとという報告の動画でした。はい。では最後までご視聴いただきまして、誠に、ありがとうございました。はい。今後ともどうぞよろしくお願いします。また。